自民公明両党は27日懸案だった次期衆院選の選挙協力で合意した今秋の解散総選挙も取り沙汰される中亀裂が決定的になることへの危機感が早期の取りまとめに両党を駆り立てたただ対立の火種となった東京での選挙協力の見通しは立っておらず関係修復への道は険しい 雨降って地固まる、る。という言葉もある政権を保つ責任感を持っていくことが大事だと首相も私も思っている27日午後首相官邸で岸田文雄首相と会談した公明の山口夏男代表はことわざを引用しつつ自公連立政権の正常化を記者団にアピールした 衆院小選挙区10増10減をめぐる候補者調整で、自関係は大きく動揺した国政選の比例得票数が減少傾向を示す公明が定数増の都県で積極擁立を図ったことに、自民側が反発。 東京28区、練馬区東部での公明擁立に自民が応じなかったことで、公明は信頼関係が地に落ちたと東京での協力解消を通告するに至った。衆院解散は秋以降いつあってもおかしくない自民関係者との見方が広がる。 各小選挙区で1万から2万票とも言われる公明支持層の支援を頼みの綱とする自民候補も若手を中心に少なくない一方、小選挙区での公明候補の生き残りに自民支援が不可欠なのも事実だ。日本維新の会の動きに対しても、自公両党は神経を尖らせる。 25日に維新は関西でのの公明との小選挙区住み分けを解消すると決定与党の足並みの乱れが各地に波及すれば全国正当化をうかがう維新を利することにつながりかねない各種世論調査で自公連立を解消すべきだとの意見も強まるにつれ両党間では政権の土台が揺らぎかねないとの懸念が浮上。 仲直りしなければならない萩生田光一政調会長と修復を急ぐ機運が高まった27日の合意文書では原案にあった東京以外の選挙区について協力を推進しとの文言を削除東京を含む全面的な選挙協力に期待をつなげる内容となった自民執行部は今後 東京での協力復活に向け29区荒川区などの公明候補支援を自民区議らに求める構えしかし地元の反発はなお根強く公明側も自民都連の正式な陳謝がなければ支持者に説明できない関係者と譲歩の構えを見せていない山口氏は27日東京での協力について断念せざるを得ないということで次へスタートした そうした姿勢で当面行くしかないと記者団に語り修復にはなお時間を要するとの認識をにじませた以下はネチズンのコメントをまとめたものです「事項の亀裂はかなり深刻であることが理解できる」 そもそも6月解散が延期となった背景には、自公の選挙協力がない中で、自民党がどこまで議席を確保できるかが不透明であったという背景があったからだ。そこで、国会が閉会した後に真っ先に岸田政権が取り組んだことは公明党との関係修復であったということができよう。しかしながら、この関係修復は必ずしも容易なものではない。 というのも、10増10減の中で、都市部の議席が増加する中で、そこにおける公明票の重要性は増しており、自公が東京で選挙協力を行わないこと自体が、選挙結果に直接影響する可能性があるからだ。今後のさらなる関係修復がどうなるか、注目したい。 そもそも宗教団体に頼る姿勢がおかしかったわけだし、それが統一教会騒動ではっきりしたのだから、たもとを分かつ流れは必然。特定業界団体と宗教信徒に頼った選挙は真の民主主義じゃない。自民は維新の躍進に慌てふためいていろいろ改めればよい。今回の一連の騒動を受けて、萩生田政調会長の立場はどうなるのか。 東京における自公対立を生んだ町本人であり、これによって自分に近い候補を擁立する東京28区で敗戦でもすれば、さらに苦しいことになりかねない。公明党との関係には、自民党内の次期首相争いも影響している。党内派閥争いもあっても、与党としての政権運営、政策実現のためを第一に考えてほしい。 東京では信頼は地に落ちて殴り合い地方では選挙協力というゲートを自民党も公明党もやりきるだけの党員党友へのグリップが効かせられるとは思えない今回この連立が選挙目当て権力目当ての野望だったのかよく分かった野党が弱いからまだ名脈は保てるのかもしれないが有権者の信頼は大きく損ねている 昔から自民党内にも反公明反総価はある程度いたのでそれが表面化しただけなので特段驚くことはない以前新進党が与党の時に自民党は公明党を目の敵にしてましたからねでも自民党が完全に公明と切れないのは選挙で落選する危機がある人がいるってことですよね 小野田さんみたいに最初から孔明の支援いりませんとはっきり言える自民党になってほしい。